皆さんこんばんは、鈴木まりこです。本日の鈴木まりこライブ始めてまいります。よろしくお願いします。こちらの鈴木まりこライブはですね、 Twitter、Facebook、YouTube に3方向同時配信をいたしております。こちらの回を、いい大人が本気で日本の未来を考える回としましてですね、いい大人なんだから熱くならないで、もうそろそろいい加減にしなよという声を跳ねのけてですね、熱く情熱的に本気で日本の未来を考えていく、そして、いろんな知恵やアイディアから行動に起こしていくことを目的とした回です。ぜひ皆様ディスカッション形式でですね、どんなご意見でも構いません。質問なども、いい質問悪い質問全く、ありませんので、ぜひ思い立ったこと、気になったことをコメントにご記入いただきながら、全員参加型でお楽しみいただけましたら幸いです。ありがとうございます。ですね、そうしましたら早速始めてまいります。よろしくお願いします。もうすでにコメントをたくさんいただいてました。ありがとうございます。ヒデさんありがとうございます。こんばんは。本日もよろしくお願いします。トクトクさん、今日も話についていけるよう頑張るぞありがとうございます。ぜひですね、楽しんで、トクトクさんもコメントをぜひたくさん、質問なども、私結構話があちこち飛んじゃったりして、皆さんついていくの結構大変かなって毎回反省してますので、わからないことあったら何でもご質問いただけたら幸いです。はい。通風さん、こんばんは。ありがとうございます。最高到達地点は両足と左手同時3部位通風です。両足と左手。手も大変でしたね。プリン体ちょっと。プリン体美味しいですからね。本当にお大事になさってください。今日もよろしくお願いします。はい。山田圭一さん、こんばんは。奇跡の男、通風の痛烈なコメント。奇跡の男期待します。山田さんもぜひよろしくお願いします。ニジンスキーさん、こんばんは。ビーフジトールさん、コロナ熱弁そうですね、まあコロナの件でですね、今日もちょっとお話したいことありますので、また後ほど話そうと思います。ありがとうございます。松山さん、俺たちの夢さん、こんばんは。お前らグッといいね、タリング皆さんぜひですね、まあ、YouTube や Facebook、どちらの SNS からご参加いただいても、コメントがこのように反映させることできるんですが、 Facebook に関してはこの下のバナーに流れております。1番が私の個人ページ個人アカウント、2番が鈴木まりこページとなっておりまして、2番の方からコメントいただいた場合は今のようにですね、反映させることが可能ですので、まあ、どちらからでもご都合のいい方ですね、選んでここにコメントといいねをですね、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございますまりこ競争の話を結構皆さん面白いですね。神様、仏様、マリコさん面白い、ありがとうございます。はい、江口さん、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。小国さん、ありがとうございます。お願いします。マリコ菩薩様、ヒデさん、なんか面白いですね、皆さん日々仲良し度が増していっていいですね。ありがとうございます。坂田さん、こんばんは。今日からカウントダウンします。おーありがとうございます。あと16日、人の習慣が定着し、まあ、その新しい習慣や新しいこう挑戦をですね、継続したときに一つの区切りが21日と言われているんですね。それで、坂田さんの場合は、昨日で4日目でしたので、今日5日目とのことで連続参加ありがとうございます。あと16日。ありがとうございます。そして尾形さん、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。LINE さん、ありがとうございます。本当に皆さんたくさんコメントいただいて、ちょっとですね、こんばんはがたくさんあって皆さんの、コメントを、紹介させていただきます。ありがとうございます。本当にですね、まあ、この昨日でちょうどこのライブ1ヶ月経ったんですけれども、初めの頃はそれこそ10人、全体で10人いない、それこそ一桁の時もあったんじゃないかなと思うんですけどね。私、たまに、最近はちょっとやってないんですが、インスタグラムのライブとかも、
やることがあるんですね。本当に曜日や時間帯が噛み合わないときですと、まあ、すごく、ほぼ独り言みたいな感じになってたんですけど、こうやって皆さんが本当に参加してくださるのが、私自身とっても楽しいし嬉しいんですね。ありがとうございます。丸餅さん、ちょっと画像が悪いような Facebook 行ってみます。ありがとうございます。もしかしたら皆さんの、Wi-Fi やネットの環境だったり、まあ、こちら、からもなるべく最善の環境でお届けできるようにと思って日々創意工夫してるんですが、見づらい場合はですね、ぜひ丸餅さんのようにSNS 変えて見てみていただけると、もしかしたら見やすくなる場合もあるようですね。よろしくお願いします。お手数おかけします。はい、そしてもう一つの Facebook の方からもコメントたくさんいただいてます。ありがとうございます。オーガさん、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。笹本さん、こんばんは。ありがとうございます。そして、高橋さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。高山さん、こんばんは。ありがとうございます。ほんで、アビーさん、松山さん、ごめんなさい。連続で、読み上げさせていただいてます。浜野さんも、ありがとうございます。浜野さんは、別のライブ、テレビのライブも見ながらとのことで、器用ですね。ありがとうございます。はい、ということでですね、ありがとうございます。ですね、ちゃんといいね、 OK。 はい、木原さん、ありがとうございます。木原さんの最初のコメントがどこかな。ただですね、ちょっと後で遡りますね。ありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございます。今日はですね、まあ、いろいろ話しようと思ってたんですが、今日からちなみに、補選が始まりましたね。補欠選挙。広島の、全国的に注目されている選挙区だと思います。そして、まあ、私の SNS にも投稿はしたんですけれども、まあ、今回、その自民党系の候補者であった、河井夫妻がですね、まあ、スキャンダルというか、まあ、選挙違反をしたことによって、再選挙となった、まあ、今回の補欠選挙なんですけれども、ですので、おのずと自民党候補者というのは、まあ、その次に出られる方は参院選挙ですね、すごく、まあ、チャレンジというか大変、そもそもがハンデのあるような状況だと思うんですね。ちなみに今日は長崎でも補欠選挙同日開催になっていると思うんですが、広島の方に関して申しますと、まあ、対立というか、まあ、野党統一候補の、ね、女性の方なんですけれども、まあ、その方が、おそらく自民党の不祥事に対してもうへきへきしている有権者の方は、もう一度自民党に投票するっていうのは基本的にちょっとうっときますよね。はい。組織票でどんなことがあっても誰が立とうとも絶対的にもう何が何でも自民党に、まあ、野党、与党の方に投票しますっていう方も中には、例えば人間関係だとか、そもそもそういう、ものだからっていうことで投票される方以外でしたら、やっぱりすごくシビアに、特に自民党の候補者っていうのは、審議されると思うんですが、まあ、野党のその女性の候補者の方がですね、有利かと思いきや、まあ、SNS で私もいろいろ発信を見てみたんですけれども、結局、ですね、あ、ごめんなさい、補欠選挙、長野の方ですね、あちこちでごめんなさい、まあ、何が言いたいかというと、動員がすごいんですね、結局。はい。野党の候補者というのは、まあ、基本的に私も野党側にいたのですごくよくわかるんですけど、動員するんですよ。動員ってどういうことかというと、まあ、人を呼ぶんですね。何時何分にこの候補者が、話をするから、もうたくさん人で集まって、盛り上げましょうみたいなことをするんですね。で、それ自体は何の違反でもないし、
間違っていることではないんです。例えば、まあ、すごく有名な話ですと、サザンオールスターズさん、私もすごく好きなんですけど、サザンが、まあ、はじめ、こう、デビューしたての頃、まだ知名度や人気もまだない頃、どうやって、一気に、こう、知名度や人気を獲得したかというと、とにかく動員したんですね。でも、いきなり、新人にもかかわらず、すごい数の人が注目してる、たくさんの人見に来てるっていうことで、それが、わからない方たちからすると、何なんだ、この賑やかさは、ということで、興味を持って、それで認知度が一気に、まあ、加速度的に高まって、実績を作っていったという背景があって、その動員するっていう行為は、有名というかよくある手法ですし、間違ってることでもない、むしろ効果的なんですが、選挙においてはですね、すごく私はそれによって動員をわざわざかけているにもかかわらず、まるで多くの、有権者の方たちにもうすでに支持をされているみたいな前提でですね、メッセージを投げてる方たちがすごく多いんですよ。それはどんな選挙でも、どんな候補者でもそうなんですけれども、そこがちょっと私の場合はもう分かってしまうので、そういった投稿を見てしまうとですね、だってこれやらせじゃんとか思っちゃうわけですよ。はい。かなり有名な、知名度のある政治家であっても、街頭演説に立った場合、誰一人耳を傾けてくれないってことはザラにあります。はい。意外と、こう、有名な人が立ったら、みんな見るもんなんじゃないの、足を止めて、それこそもうごった返して、人が集まるものじゃないのかなって、私も自分が候補者になる前はそういうふうに考えていたんですが、全然そんなことないんですね。かなり有名で自分一人でもいろんな得票数を取れそうな、いろんな投票数を取れそうな候補者、政治家であっても、本当に街でポツンって演説ってことは本当によくあることなんです。それくらい、街頭演説っていうのは正直、大変というか難しいことなんですね。注意を持ってもらえる、興味を持ってもらうっていうのは、すごく政治家にとっての課題なんです。だけど、ある意味でその動員して、もうすでにこれだけこう世論や知名度を持ってますよっていう方法を取ったところで、よく有名なところで言うと細川さんの選挙、だとか、記憶に刻まれていらっしゃる方も多いと思うんですが、動員があるからといって当選できるだとか、本当に実質的なその支持を獲得しているかっていうのはまた別の話なんですね。なので、そのあたりは、結局、有権者次第ですし、その動員そのものが本当の、中身の伴ったものなのかっていうのは、最終的には投票日に全て明らかになるんですけれども、ただ、そういうやり方を、未だにコツコツやるんだなというところがですね、今回の補欠選挙初っ端から私も分かっちゃったので、それで、そうですね、そこから抜け出さないんだなっていう印象はあります。はい。そういった意味では、史上最高得票数を獲得したと言われている、梅寺院もですね、全然人が集まらずにソーシャルディスタンスだって言いながら、単純に人が来ないだけでしょっていう演説を各地でしていたこともあったりだとか、基本的に政治家の話ってつまんなそうとか、実際つまんないっていうことで人が集まらないっていうのは、ざらに起こることだよなというのはあります。はい。なので、目くらましというか、私も昨日でしたかね、京都の、四条大宮で、立憲の福山さんがお一人で立たれて、演説されている様子を、投稿したんですけれども、あれ普通です。はい。まだ見てない方はぜひ見てください。いじられたり、ぼっちというか、すごく寂しいって感じですけど、あれ普通です、結構。はい。だけど、一人ぼっちでも当選する人はします。なので、街頭演説というのが意外と、あんまりこうその方そのものの持つ選挙的な強さと比例してないっていう点もですね、ありますので、結構その
選挙をよくウォッチされる方、いろんな候補者のいろんな活動を見られる際には、まあ、そういう要素もあるよなっていうところを留めておかれながら見てみるとすごく面白いかなと思います。はい、まあ、私の場合はある意味でこうずっとぼっちでしたので、京都5区で外選活動した時はですね、そもそも人がいなかったというか、そこの、そうですね、もう山の中とか入ってっちゃったりすると、もう人影よりもタヌキとかヘビとか、そういう動物の姿とか、本物のカカシとかですね、田んぼに向かって話しかけるみたいなことも毎日してましたし、まあ、ある意味でだけど、すごく度胸がつくし、それに慣れてしまうと、まあ、どこででも話が、いきなり振られてもできるとか、そういうたくましさは身につくかなと思うんですけれども、はい。なので、まあ、ある意味で、いきなりポッと出て、わーって人が集まる、そういう、そもそも知名度の高い、人気の高い方っていうのも、まあ、いらっしゃるのかもしれないですけど、基本的に、政治家がゲリラで、本物の、本当の告知なし、0%、桜0%の演説で人がいないっていうのは、それが普通です。はい。っていうところをですね、お話ししたかったっていうのがありますね。まあ、なので私が舞鶴で、選挙に出馬、2017年の衆議院選挙の際に、まあ、自分の事務所は舞鶴に構鶴という京都の北部の地域に構えていたんですが、その時はもう本当に私自身に力がなかった、知名度がなかったっていうのもそうなんですけれども、まあ、どこで演説しても大体立ち止まって聞いてくださる方はおろか、そもそももう人の出入りというか、人が歩かれてないような地域でもあったんですが、選挙始まった2日目か、それくらいの時に、小沢さんが応援に駆けつけてくださったんですね。もう本当に滞在時間15分くらいだったんですけれども、その時は本当にこの商店街にこれだけ人がいたんだってくらいですね、溢れてましたね、人が。もう、やっぱり小沢さんすごいなと思って、周りの方でも別に普段いろいろご挨拶させていただいたり、お話しさせていただいているご近所の方たちも、まあ、決して小沢さんファンなんですっていうことは、それまで一度も伺ったことはなかったんですが、まあ、むしろ小沢系の候補者が事務所を建ててきたみたいに思われた方ももしかしたらね、いらっしゃったかもしれないんですけど、小沢さんいらっしゃってからの熱気というか、あの時のその人混みというか、人にあふれた事務所の光景はちょっと忘れられないですね、私は。はい、もう本当にマスコミの方も駆けつけてくださって、それこそ京都市内から2時間かけて、絶対小沢さん来ますよねって、それこそ2時間3時間かけて舞鶴に行っても小沢一郎来なかったってなったら本当に無駄足になってしまうので、もう絶対来ますよね、絶対来ますよね、何時何分で間違いないですよねって何回も念押しされたりだとか、まあそれくらい、まあある意味何時間かけて来て、往復でそれこそもうすごい時間になっちゃうと思うんですが、それでもまあ取れ高というか、取る価値があると思われている政治家であれば、やっぱりそれくらい影響力あるかと思います。はい。なので、小沢さんに関してはそこは別格ですね。地元の東北以外でも、京都であっても、それだけ人が集まってたっていうのはすごく驚きでした。はい。なので、逆に、山本さんもたくさんの人が集まられてるっていう映像をよく流されてますけれども、山本さんの場合はすごくステージにお金をかけられてますよね。動画見られてる方でしたら、ご存知だと思うんですけれども、まあ、もしかしたら映してる区画の中の部分だけかもしれないですけど、少なくともすごくお金、まあ、選挙を理解してる方であればかなりお金をかけてるっていうのはすごく分かる、手に取るように分かることだと思います。それだけ、まあ、ある意味見せる必要があると思うんですね。なぜなら
小沢さんは本当に両手に何も持たず、ただ小沢一郎として入ってきて、小沢一郎として出てっただけの間に、ものすごい人が集まっちゃったんですね。しかも、つい先日までそれこそ、小沢さんみたいに思われてた方も、その小沢さんの姿を見た瞬間から、あんな素晴らしい政治家いないっていうふうに、すごく評価が変わっちゃうくらい、まあ、人々を魅了されて帰っていかれたんです。そこに来られていた方の一人が、まあ、あ、すごくよく似てらっしゃるんだなって思うことを一回おっしゃってたのが、小沢さんが、バーって来て、バーって帰ってくように見えて、まあそのオーラが、やっぱり小沢一郎なので、だけど、一人一人の目を、すっごいしっかり見てましたねっておっしゃってたんですよ。女性の方が一人、初めて小沢さんを見たという方が、そこに気づかれてて、挨拶をしたり、握手をしたりって時に、しっかり目を見て、挨拶をされて、で、最後帰られる時も、一人一人に目を合わせて、帰っていったから、もちろんその方も私も目が合ったと思うんだけどっておっしゃってて、それを一瞬でやっていかれる小沢さんに、すごくその女性は感動して帰っていかれたエピソードもあってですね。やっぱりそれだけ人って、ほんの1秒2秒の出来事であっても感じる伝わるものってあるんだよなってすごく私が実は本当に一番勉強になったところなんですね。まあ、比べるわけじゃないんですけど、2016年の都知事選挙の際にですね、私は小池百合子さんに、まあ、その直前の参議院選挙で私が10万票を東京で獲得したのもあって、まあ、私、小池さんのことですね、応援してくれるっていうことで、まあ、お手伝いというか、自分にできる範囲でいろいろ協力しますっていうことで、応援していたんですけれども、で何度かその演説の場に私も足を運んで、まあ、聴衆 の, いろんなその演説を見られてる皆さんの様子とかも、分析しようと思って見ていたんですが、本当にその当時のことを覚えてらっしゃる方でしたら、まあ、写真とかでもたくさんあるんですけど、めちゃくちゃ人が集まってたと思うんですね。例えば銀座でも、銀座の、まあ、ある意味メインストリートでも人がもう溢れて、それこそオリンピックのパレードかくらい人がもうごった返していて、それくらい、まあ、小池フィーバーになっていたと思うんですが、ただ、その演説に来られた方たちの多くがですね、小池さんの握手の仕方にすごくあれって疑問を思われてた方がたくさんいました。昔の政治家ですとすごく多いんですけど、こう片手片手で握手していくんですよ、時間がないので。なので両手でグッとか、まあ、片手であってもグッって感じで、一人一人と握手じゃなくてですね、もうババババ、これ一人っていう感じで、ただもう握るだけというか触るだけで、とりあえずもう裁くっていうような演説、まあ、握手やその来られていた方との接触をされていて、まあ、なので小池さんのそのフィーバーはすごいけど、正直個人的なところで言うと悲しかったなっておっしゃってた方もいたんですよ。で、それでちょっと、どうなるかなって思ってた面もあったんですけど、まあ結局、熱が冷めて現実を見たときに、バババババって握手は、すごく小池さんの本質だったんだなって私は思いましたね。はい。まあなので、いろいろ華美に、自分を飾ったりだとか、もちろん、それが効果があるから、効果があると期待してやってることで戦略で戦術なんですけれども、だけど、それだけ飾らなければいけない理由は何なのかっていうと、まあ、おそらく、強烈なコンプレックスがあるのかなという印象はありますね、山本さんに関しては。そういった抗議スタイルが分かりやすいっていうのもあるんですけど、政治家は気の身気のままである意味、存在として、まあ、できてしまうんですね、うん、完成されてるはずなんですよ。
なので、まあそういった面もですね、現代的で分かりやすくて、まあかっこいいっていういい側面もあると思うんですが、まあもともと山本さんも芸能界出身の方ですし、小池さんもそうですよね、キャスター出身で、見せ方っていうのをすごく熟知されてると思うんですね。なので、何を見せようとしているのか、何を伝えようとしているのかっていうのはすごく、判断ポイントというか、政治家を見るときにすごく、ポイントになるのかなっていう印象はあります。はい。ですので、いろんなステージにお金をかけられるのも、そういった特設ステージというか特設会場みたいのがあるのも、結局山本さんの場合は私はその直前というか2016年の、三宅洋平候補、まあ、私が2016年参議院選挙が10位だったんですけれども、30人だったかな、候補者がいた中の滑り込み10位だったんですね、私が。だけど私のその一つ上、まあ、9位が三宅さんだったんですよ。三宅洋平さん。なので、すごく覚えてるんですが、三宅洋平さんや野党のいろんな政治家たちが選挙フェスっていうフェスをやってたんですよね。新宿とか渋谷とか、本当に若者が多い、人通りの多いところで、それこそ何時間ぐらい毎回やられてたのか、まあ、横切る程度で参加してないのでわかんないんですけど、まあ、そこのフェスでもかなりお金は集まってると思います。寄付っていうのも集まったと思います。なので、まあ、私からすると、口頭で、本当に政治的実績や実力が、まあ、終わりならば、それこそサザンの、出だしの、もう本当に、つぼみとしてまだ芽吹いたばかりなんですっていう時期ではなくて、その認知度というギャップを埋めるため、実力はあって自信もある、だけど認知度が今の時点で少ないから、それを加速度的に集約させるためのいろんな桜っていうならば分かるんですけれども、もうすでにお持ちのはずなのになぜそれをやるのかなっていうのは、まあ、ちょっとうがった見方かもしれないんですけど、私はすごく気になるんですね。例えば、国民民主党の玉木さんは一時めちゃくちゃお金使ってましたよね。 CM にトラックに、ラベリングというか、トラックの周りをそういう CM の大きなポスター、まあ、トラック自体がポスターみたいな、車を作ったりだとか、うさぎの着ぐるみ作ったりだとか、いろんな、なんていうか、なんて言うんでしたっけ、ああいうの、まあ、グッズ作ったりとか、大阪の、吉村さんもそうですね、グッズいっぱい作ったりとか、なんでそこまでする必要あるのかなっていうのはすごく思うんですね。資金集めなのか、そういったもので釣ろうとしてるのか、まあ、ある意味でそれがブームになってるのかもしれないですけど、そのお金何なのって言ったら寄付金かもしれないですけど、だけど政治家の使うお金は基本的に税金です、うん、なので税金っていう認識があったら、ここまで広告宣伝費にかけるってどうなんだろうっていうのは、まあ、内訳を全部見てるわけではないですし、はっきり言っていくらでも調整できてしまうので、書き方を工夫すれば。なので実際のところは分かんないですけどね、うん、それはすごく私は気になるというか、カビすぎるその宣伝の方法というのはすごく、お金の使い道としてどうなのかなと、もしかしてそれはコンプレックスの裏返しなんじゃないかなっていうのをですね、まあ、ちょっと心理学的側面も踏まえると感じてしまうっていう、ある意味で自分の職業病、コンサルティングとしての職業病なんですけどね、そういう面はあります。はい。なのでちなみに、玉木さんのそのトラックっていうのは、トラックのいろんな、派手な装飾っていうのはですね、あれ私が実は考案してたんですね。まあ、あるトラック、そういう選挙カーの業者の方に、そういったことが実際可能なのかを問い合わせたことがあって、それが2016年の多分私の初めての選挙の時くらいには、もうそのアイディアというか、案を出してたんですよ。まあ、いくらくらいかかるものなのかと、そもそもルール的にやっていいのかというところを、まあ、業者の方も知らなかったので、多分誰もそんなこと言ってこないというか、やろうともしてなかったから、
だと思うんですけれども、それで調べていただいたことがあったんですね。その数年後に玉木さんが、まあ、されてたので、あ、きっと採用されたんだなって個人的には思ったんですけど、私の場合はなんていうか、結構トラックでありますよね、いろんな業者とか音出したりとか。なので選挙カーの範囲というのはどこまで使っていいのかなっていうところの範囲が知りたくて、まあ、結構あるようでない、ルールがあるようでルールはないみたいな業界なので、うまくやれたらどこまでもできる可能性はあるっていう感じだったんですよね。はい、そんなこともありました。はい、まあ、ちなみに国民民主党の金庫というか予算はかなり使われてしまってるようなので、まあ空になったというか、お金がもともとたくさんあったであろう、国民民主党の予算はだいぶ減ってしまったので、それはまあ玉木さんの、まあ、自己顕示欲というか、自分のアピールに使われた多大なるお金がそうしたんだろうなって。あれだけ広告宣伝費にそりゃ政党がかけたら、しかもどのポスターも自分の顔のドアップでまあよっぽどね、まあよっぽど見せたかったんでしょうなって思ったんですけどね。はい、そういったところもちょっと個人的にはすごく気になっちゃうので、はい、思いますね、という感じですかね。はい、まあ、その小池さんの握手の、先ほどお伝えしたこうバババババっていう握手に関しては、ある意味で田中真紀子さんスタイルとも言えるかもしれないんですけど、田中さん、真紀子さんはそういうふうにされていたことを、まあ、ある意味で真似ていらっしゃったのかもしれないし、単純に時間がないっていうのもそうなんですが、まあでもやっぱりその政治家にとっては有権者の一人で、一演説の中の一瞬の出来事かもしれないですけど、有権者にとってはそれはもしかしたら一生に一度の出来事かもしれないですし、まあ、よく心理学でも最初の3秒の印象は3年間続くって、つまり3秒、初めの3秒で植え付けられた第一印象は3年続くってよく言われるんですけどね。なのでその一瞬のこういう挨拶だけで判断された時の、致命的なリスクを小池さんはご存じないのか、それでも自分は勝てると思われてるのか、どうなのかなっていう印象はあります。はい、まあ、その当時は小沢さんと反対 の、 小池さん与党側で、まあ、いろんな事情あったのかもしれないです。ちょっといろいろですね、まあ、お話しさせていただきました。コメントたくさんいただいててありがとうございます。はい。ですね。お、たかたかさん。おぉ。猫ちゃんかわいい。株式会社ダイナムですね。ちょっとこの話の途中のやつを私が多分、引っ張っちゃったかもしれないですね。すいません。ありがとうございます。独特さん、再選挙自民党には投票しません。まあ、かなりそうですね。そういう、気持ちの方は多いと思います。二度ある、まあ、なんていうか、一度裏切られて、もう一度っていうのはなかなか、それこそ民主党の時に、期待して民主党に投票したのに裏切られたというか、まあ、結局うまくいかなかったじゃないかって言って、次もでももう一回民主党っていう風に、まあ、気持ち的になりづらいのありますよね。はい、自然な感情だと私は思います。ありがとうございます。K さん。ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。ツイッターの方からコメントいただいている皆さんは、表示名ではなくて、ID のアカウント名でちょっと表示がされてしまいますので、こういう表示の方法になってしまうんですけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、フローラさん、ありがとうございます。いいね、押しましたと。ありがとうございます。そうですね。ですね。本当にコメントたくさんいただいてて、私がちょっとですね、選べなかったっていうのが、増田さん、山本さん、ウェラビンキュー。はい。芸人っていうか芸能人時代の場合は、メロリンキューで通じる方も多いかと思います。はい。
ですね。ちょっと今夜の配信がノイズがあっておっしゃる方多いですね。ヒデさんとか。もし、そっか、難しく、見づらいですかね。何が原因なのかな。こっちの、私のもう一つのモニターの Facebook の方は結構途切れず見えてる印象あるんですけども。はい。すいません。ご迷惑をおかけしてます。ごめんなさい。ですね。メロリンキューってやつをいいからずっと載せちゃってるので、ちょっと消しますね。ありがとうございます。で、もう一つの Facebook の方からもコメントたくさんいただいてました。ありがとうございます。Facebook の方見やすいってコメントいただいてますね。持村さん、ありがとうございます。西村さん、こんばんは。ありがとうございます。はい。あと、ですね。浜野さん、地元で人気あるかないかでメディアを利用、利活用する空騒ぎありそう。まあそうですね。なので、メディアの効果ってすごく高いんですけど、まあ、私もその2回、自分の中でその国政選挙に出たことで感じたのは、メディアも結局取れ高を優先するんですね。なので、一度 NHK さんが、まあどうしてもインタビューというか、基本的に私自分の選挙の時全然こうテレビの露出とか撮影や取材をこう依頼しなかったんですね。なんでかっていうと、言いたいことや伝えたいことがまあねじ曲げられてしまう、ねじ曲げられてしまったっていうことからですね。まあ、あまり頼らないというか、頼りたくないなと思って、まあ、特に、京都5区の選挙区の場合、私が唯一の女性候補だったので、いろんな意味で、こう、結構いじりやすいというか、はい。参議院の、2016年の参議院の場合は、最年少候補だったっていうことだとか、私からすると、はっきり言ってそんなことどうだっていいことなんですね。最年少だろうと、女だろうと、なんだろうと、別にそこをアピールしたいとか、そこが何か自分の、こう、売りですみたいなのを思ってもなかったので、まあ逆にそういうところだけで、こう、人参みたいにされちゃうのが、すごく嫌だったことや、いろんな自分の訴えたかった政策が結局そのメディアの都合でちょっとこれは流しづらいな、例えば拉致問題の件だとか、京都5区であれば京都北部の方にある X バンドレーダーに対してきちんと、住民の方たちとの、いろんなコミュニケーションを私がきちんとパイプになりますと、はい、米軍の方たちと、住民の方たちの架け橋になりますっていうことだとか、水害が多い地域に対して水害をきちんと解消するための、そういった予算をきっちり取ってきましょうだとか、ある意味でそれを流すとちょっと一部の方たちにとって都合が悪い内容とかは基本的に省かれちゃうんですね。削除されちゃうんですよ。だけど一番伝えたかったところはそこなのにっていう、まあ、もどかしさもあったのもあって、こうテレビだとかメディアへの露出っていうのは私は避けていたんですけれども、まあその中でですね、なので人気のあるというか本当に知名度があれば、ある意味で地元で人気をきちんと確約できていたら、頼る必要もなかったし、自分で発信力、まあ、SNS などを駆使して、自分の言葉で自分から発信ができれば、わざわざテレビに頼ることはないと思っていたんですけどね。まあそういったこともあって、そうですね。まあちなみに X バンドレーダーの件に関しては、京丹後に位置する、直接その X バンドレーダーの地域に直接行って、米軍の方とお話ししたりとか、すごくそうですね。本当に、なんていうか、まあ、いろんな課題が山積みなんですよね。コミュニケーション、基本的にはコミュニケーションが取れてないっていうところと、まあ、日本がきちんと、こう、言うべき主張を言い切らないっていうところでの、すべて国民に対して、まあ、住民の皆さんに対して負担がしわ寄せがいっちゃってるっていうところが、すごく私は納得いかないというか、もっと何かできることあるんじゃないかなと思っていたんですけど、そういったことはわざわざ、こう、メディアで流したくないんですよね、テレビの方も。はい。臭いものに蓋するというか、
例えば補助金が出るから、住民の皆さんぜひ考慮してください、いろんな誘致に関しても、米軍の皆さんのそういった施設を作ることに関しても、今後住民の方たちにメリットのあるようにしますからって政府は言っていたのに何一つしてないということだとか、まあ、そういった内容もですね、訴えると都合が悪かったんですよね、一部の方たちにとって。なのでそういう偏向報道は私自身が感じていたので、まあ、基本的にテレビの情報を信用できないなっていうのがあったんですけどね。はい、まあ、そんな感じですかね。はい、コメントもありがとうございます。ウェブリカさん、はい。ご職業。そうなんです。コンサルタントですね。まあ、経営コンサルタントですので、基本的に経営者の方と直接、まあ、コンサルティングをするっていう、仕事です。はい。ちなみに2016年の参議院選挙の時は、結構その経営コンサルっていう言葉が、ショーン K さんでしたっけね。学歴を、こう詐称しただとか、まあ、その方の職業がコンサルティングだったということで、私が本当にコンサルやってるのかとか、本当にアメリカの大学卒業したのかってこうちょうどそのプロフィールがいろいろ重なる面があって、すごくこうマスコミの方たちにしつこくしつこく聞かれたこともあってですね、なんかそういうのも結局上げ足取りたいからやってんじゃないのかなって。だって経営コンサルタントで、これは余談ですけど、お客さんの情報とか開示するわけがないじゃないですか。注意義務だってあるし、そんなこと平気でするコンサルいたら信用がそれこそないですよね。なのにもう開示してくださいだとか、大学のその証明書出してくださいって、もう自分で大学に問い合わせろよって私も言っちゃったんですけど、そんなに不安っていうか、そんなに信用できないなら、あなたが英語でアイダホ大学に問い合わせてくださいよって言って、こっちは忙しいんだって言って、突き返しましたけど、そもそも候補者になってる時点で、私は党の方にその卒業や成績証明書を出してますので、それを確認した上で党がある意味保証して、私を擁立してるわけです。それ以上の何か必要なのかなっていうのがあってですね、なんかこう、しつこくされるその意図が、善意でとか健全な理由に私は感じなかったので、まあ、そのあたりは突き返した背景があるんですけどね。はい、っていうちょっとまあ愚痴ですね。はい、ありがとうございます。ですね、ありがとうございます。浜野さん、そうですね、メディア露出したとしても一括りにされて誤解招きがちでしょうねということで、そうですね、まあ受けが良ければそれでいいっていう面はあると思いますので、はい、そこはもうお互い様で理解する必要があるのかなと、その時悟りました。はい、ありがとうございます。ですね。そうですね、高々すごい。メブリカさん、私も経営者なのでコンサルしてほしいけど、マリコさん高そう。高い、そうかな。ぜひ一度お問い合わせください。ありがとうございます。はい。ということでですね、フリーズしやすい松山さん、そうなんですね。ちょっと今日終わったらもう一回いろいろ見てみますね。ありがとうございます。Facebook もノイズ入ってます。はー。一回切ってやり直した方がいいのかな。ちょっと、そうですね。聞こえる、聞こえないって皆さんよかったら、また教えてください。ありがとうございます。どうしてもってなったら、もう一回仕切り直した方がいいかもしれないですね。教えていただいてありがとうございます。そうですね。イックさん、ありがとうございます。イックさん、Google 登録くださってありがとうございます。はい。この放送できる限り続けてください。必ず国民に広がります。ありがとうございます。まあ、
ざっくばらんに、そして、ある意味、私の場合は、こう、難しい話というよりも、本当に自分の体験や自分の見識からの話にはなってしまうんですけど、だけど、すごく、お飾りじゃないリアルが伝わればいいなっていうのは思ってます。はい。それで選挙や政治に対して、いろんな意見が芽生えたとしても、興味関心がまた深まったらいいなっていうのは、私自身がすごくこの回を通して勉強になってるっていうのが一番なんですけれども、ありがとうございます。続けます。はい。ということでですね、はい。ちなみに、言いたいお話もたくさんあるんですけどね、言わない、あえてちょっとお伝えできない。例えば、私個人の話でしたらいくらでもできるんですけど、別の方が関わるお話だとか、そういった面に関してはちょっと控えていますが、それは、コンサルタントでいう守秘義務というか、そこまで暴露する、権限というかそういうものではないと私も思いますので、ただ、いろんな、話は私も伺いますね。はい。そうですね。そう思ってますね。ちなみに、これは私が、お話、以前もお話したかな。ちょっと詳細はここも、控えさせていただくんですけれども、一度小沢さんに、田中真紀子さんを総理大臣に擁立してほしいって言ったことあります。はい。ちょうど真紀子さんが、角栄さんの本を出された、数年前出されたようなタイミングの時だったか、そのちょっと前だったかなって印象なんですけど、で、真紀子さんが総理で、小沢幹事長という案をですね、実は、申し上げたことあります。ちょっといろんな理由でそれは難しいって言われましたけど、はい。そんなこともありましたね。その時のいろんな明確なお答えもありましたけど、そうですね。いろんな提案というか、そういうことを小沢さんになかなか言う方っていらっしゃらないと思うし、私は真紀子さんがご本人もその年齢であったりだとか、いろんな状況の上でもう立つことはないとまでおっしゃってた動画を私も見たことあるんですけど、田中真紀子さんが立候補されたらすごく面白いんじゃないかなというか、盛り上がるんじゃないかなと思ったんですね。で、きちんと真紀子さんを、周りが、小沢さんを筆頭に周りが固められたら、すごく面白いんじゃないかなと思ったんですけど、皆さんいかがですかね。はい。ちなみに選挙区に関しては、東京都、京都っていう話、東京都と神奈川という話も以前にも話しましたが、京都でっていうことも実は、射程圏内とか自分の中では選択肢の中に入れてるんですね。もちろん京都は、すごくそのしきたりだとか、地の方、もともと京都出身の方じゃないと難しいだとか、いろんな、しがらみもものすごく根深い地域だと私は思うんですけれども、だけど、だからこそすごくやりがいがあるなと思うんです。つまり、しがらみがぐちゃぐちゃに絡んでるからこそ、誰も立ちたがらないんですね。きちんとその、エスカレーター式、エレベーター式というか、ポストが空いて、その方が任命した公認者であればスッといけるかもしれないですけど、そのポストは一枠しか空いてないものなので、その下にもう数えきれないほどたくさんの、そこで、京都1区、2区などで立ちたい方っていうのは基本的にいらっしゃるんですが、ないですよね。針の穴に糸通す。糸を30本通すくらい、ある意味難しい、もう絶対に無理みたいな、それくらいガチガチの地域だと思うんですけど、だから面白いなっていうのはあります。はい。勝ちやすい地域、勝てる地域って、結構そういう表現使う方も多いんですけど、ないんですね。私はないと思うんですよ。選挙に絶対はないし、勝ちやすい地域、勝ちにくい地域っていうのは、数字上は確かに数字としては、あるのかもしれないですけど、それは勝てるかっていうのはまた話が別だと思うんです。
だけど利権の温床になっていて、もう本当に人間関係やしがらみでガチガチにもう癒着している状況の地域ほど、そこに呆れている有権者、まあ、無党派層の方や、まあ、政治そのものにもう嫌気がさしていらっしゃる、まあ、ある意味でまともな感覚の方たちがたくさんいるんですね。そういった方たちに選択肢を示さないっていうのは、まあ、お示しできないのはすごく、まあ、もったいないことだと思いますし、京都は意外と、よそからいらっしゃってる方もたくさん、住まれてる地域でもあるので、そういった意味で難しいし、はっきり言ってほとんどの方が、まあ、おそらく10人いたら10人京都はやめときなっていうような地域だと思うんですけど、特に私は根っからの京都人ではないですので、ただそういうところこそ、チャンスや可能性があるというか、やりがいがあるなっていうのは感じてます。はい、ですので、まあ、東京や神奈川でしたら、地元の方じゃなくても比較的当選の可能性があるだろうと言われがちなんですけどね、そのあたりはちょっと、安易に決断しないようにというか、いろいろ調査してる、判断しようと思ってる状況ですね。ですので、まあ、出るとしたら京都であれば京都1区か2区、まあ、なので伊吹さんと前原さんの地盤で、はい、すごく、まあ、絶対的な力、人気かはちょっとあれとして力はありますね。はい、まあ、ただ、10年かけてもいいと思ってますので、そこに関しては伊吹さんも、まあ、前原さんも10年20年じゃあ君臨されるのかというと、そこはもう政治の世界わからないですから、私自身が国民生活党を、まあ、立ち上げて、もう1年2年3年という短いスパンでの目標ももちろんあるんですが、10年20年30年もうそれこそ50年かけてもいいって思いながら今活動してるんですね。政治って本当に生活なので、長い期間長期的な、まあ、マラソンなんです、うん、なのでそこを考えた時に、じゃあどの地域が私自身が拠点として選ぶのにいいかなっていうのはいろいろ考えてる最中です。はい、まあ、ちなみに宮城や仙台、まあ、私父方が宮城の出身で、なのでそういうある意味で生い立ちというか、まあ、自分の家系的な地元っていうのはあるんですけれども、仙台と栃木ですね。ただ、まあ、そこに関しては、まあ、暮らした経験が少ないというか、ほとんどないっていうことや、いろんな、今後また実際に私がそこに暮らすかっていうと、私の中ではそういう選択は今の時点で持っていないので、そういった面での、選択の基準もあります。まあ、なので京都人ってこういけず文化とかいろいろまあややこしい面もたくさんあると思うんですけど、私はまあそれはそれで京都という街は好きですね。はい、まあ、なので根性ある国会議員の方が国民生活党に移籍をされしてくださったら、それこそ5人集まれば公党になってしまうような、そういう、まあ、公党としてのルールがある意味明確にある分、そこは、まあ、それこそ小沢さんと山本さんが手を組まれたとか、そういう戦略的な、もともとは希望の党が国民民主党になって、で残った一部の方が、まあ、小さな希望の党として残党じゃないですけど残られているだとか、そういうこう大きな政党ではないんですけれども、小さなその公党として残っている、政党はその5人の基準 2% の基準っていうのを保って、存続しているっていうのもですね、ある意味で戦略なので、そういう可能性もあるんですけれども、まあでも基本的にはお金がないと移動されないでしょうから難しいかなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、山田さん、牧子さん、はっきり言うもんね。あれくらいはっきり言わないと、やっぱり国際社会で立ち行かないと思いますね。あのコミュニケーション能力と、ある意味でのカリスマ性は私すごいなと思いますね。尊敬してます、むしろ。うん、素晴らしいと思いますね。すごいよ。国民生活総理取り入れよう。これはすごいですね。来てくださったら。
面白いですね。はい。ああ、新しい。ありがとうございます。そうですね。当時、石原慎太郎さん、浜野さんのコメントです。ありがとうございます。石原慎太郎都知事が小沢さんが日本の親父でいいのかと演説してましたね。あ、そうなんですね。ちょっとその動画というか演説私見たことないんですが。なんで小沢さんが日本の親父じゃなきゃいけないんだろう。意味がわかんないって、ちょっと率直に思いましたけど。日本の親父。日本の親父というか、日本の父は天皇陛下じゃないのかな。まあ、その、なんていうか、すり替え論ですよね。でも、これも結局。思いますね。よっぽどコンプレックスがあったんですかね。石原さん自身が、こういうこと言っちゃうっていうのは。と思いますね。ありがとうございます。ちょっと探してみます。動画。はい。なので、まあ、生き方、ですよね。私自身も自分に問うことだし、何よりも大事にしている部分なんですが、やっぱり生き方がしっかりしてる方じゃないと、私は手を組みたくないな、まあ、手を組まないと思ってますね。仕事であっても何であっても、そのお互いの自立した気持ち、その主体性なくして、そういったいい関係って作れないと思うんですね。先日も、話しました、アメリカ日米関係に関してもそうですし、結局どちらかに依存心ややましさがあるだとか、優劣が発生している時点で私は健全な関係って結びづらいと思うんですね。それは私のコンサルの時もそうで、お客様じゃないんですよ、まあ、お客さん契約上はそうなのかもしれないですけど、クライアントっていうのはだけど、お客さん扱いはしないですね。基本的に対等であると思います。その上でお互いのできるところも求める結果に対してお互い、できるところを出し合う、その上で最高の結果を作るっていうのが私の求めるパートナーシップなので、そこがやっぱり理解できない、まあ、初めのうちはそれがまだ根付いてなくて、徐々にそういう感覚になっていかれる方もいるのかもしれないですけど、まあ、はっきり言って実力の差があってもそのスタンスのない人とは永遠にいいパートナーには私はなれないと思いますね。はい。やっぱりこう今現状が力がないから、実力がないから、自分が、まだ分からないこと多いからっていうところをですね、盾にしてる人とは、やっぱり組めないですよね。と私は思います。だから、すごくその先日から日米関係っていうところもすごく、まあ、改めて考え直してる、自分の中で整理してるところなんですけど、やっぱり大事なのは日本自身の主体性かなと思いますし、まあ、この石原さんの発言が浜野さんおっしゃってくださった言葉が本当にその通りで、まあ、日本の顔ということなのか、日本の親父なのかにしても、なんで小沢さんに被せるんだろうと思いますね。じゃあ自分がなればいいじゃんって思うんですけどね。自分がなろうとしたらいいんじゃないのと思いますけど、ちょっと詳細は私自身がごめんなさい。知識不足というか知らないまま、言ってるので、また調べてみます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ですね。あ、フローラさん、ありがとうございます。同調ではなく自立した者同士で協調して最善の答えを出していく。これがもう本当に、一番だと思いますね。何であっても、政治であっても。だから、有権者も政治家に、政治家の、なんていうか、お客さんであっちゃいけないんですよね。ここはすっごく私思いますね。有権者の主体性、有権者の自立心、有権者の、リテラシー、まあ、つまり、理解力っていう意味ですかね。そこがすごく、政治をこう正していく。今の、まあ、昨日から私、その政治家を教育するのは有権者だって、訴えていて、そうですね。そこがすごくテーマなのかなって、日本のテーマだよなっていうのが、
感じていますね。今日実はようやく今日話したかったことを今思い出して、ディスカッションというかシェアですね、皆さんと共有したいものが、エピソードがあって、ようやく話します。すいません。今日ですね、ある方との出会いで、女性なんですけれども、その方がなんと舞鶴出身だったんですね。で、私それこそ京都であっても東京であっても、なかなか舞鶴出身の方って実はあんまりお会いしたことがなくて、で、その方も私が舞鶴で選挙出たんですよって話をした時に、実はすっごくびっくりされてて、その当時は、その方は大阪にいらっしゃったそうなので、私の看板だとかそういう選挙だとかはもともと見かけなかったとはおっしゃってたんですけど、もうそこでちょっとですね、舞鶴トークですごく盛り上がったんですね。東、西って言って、東舞鶴、西舞鶴って、舞鶴は2つの地域にトンネルを隔てて分かれてたりだとかですね、あそこのお店美味しいよねとか、そこにいつも買い物行ってたんだとか、そういう話をしていたんですけれども、その中で、ですね、二つ大きな話があってですね、まず一つ目が、舞鶴のその出身の女性の方の知り合いの方なんですけれども、ちょっとどこ出身の方かはちょっと存じ上げないんですが、友人のお友達の看護師さんがいるそうなんですけどね、その看護師さんが、先週あたり、実はワクチンを打ったそうなんですよ。で、どこの病院とかわからないんですけど、病院総出で、看護師さんやお医者さんもかな、少なくとも看護師さん全員が、ワクチン、コロナのワクチンを接種されたそうなんですね、全員。で、つい最近、その1週間前くらいに、2度目の接種を全員完了したっていう話を聞いたそうなんですけど、すっごく腕が痛くなったって言ってました。全員、ほぼ全員ですね。看護師さんたちが2度目のワクチンを接種して、本当にこう腕がもげそうというか、もう鎮痛剤を、薬を取らないと、もうひとたまりもないというか、それこそその後仕事なんてもう到底できないほど痛みに襲われた。それが一人二人じゃなく、本当にたくさんの方がそういう症状を訴えていて、本当に怖かったっていう話を聞いたそうなんですよ。ね、それで、すごく、舞鶴出身の女性の方も怖くなったっていう話を聞いていて、そんなのニュースには上がんないですよね、全然。どんどん高齢者の方から順番にワクチン接種を進めていく流れに今後もなっていくと思うんですけれども、現場でそういうことが起きていて、全く情報が明らかにされてなく、ある意味隠蔽されていると言っても過言じゃないと思うんですが、実際隠蔽されていると思うんですが、そういう状況が直接、あったと聞けたので、私も、びっくりしてしまったんですけど、そういうことがありました。なので本当に皆さん慎重に、選択は慎重になさってください。何回もしつこく申し上げますけれども、私は絶対に打たないです。人生の長い期間海外に暮らしていて、仕事柄海外に行くことも、国際情勢を知るという意味でも、ある意味で必須だったんですけど、だけどそれでも海外に行けなくなったとしても私は打たないです、ワクチンは。はい、ワクチンパスポートとか、いろいろそういう、アメリカの方でも、流れになってますけれども、ちなみに私が大学に行ったアイダホ州はワクチンパスポート拒否というか反対って、訴えていて、よかった、さすがアイダホって思いましたけどね。アイダホはもともと共和党の強い地盤で、マスクのその効果さえも疑問で、義務化するっていうことを、つい先日もなくしますと、個人の判断の自由に委ねますということで、アイダホ州はそういうふうにいろいろと、変わってきている状況なんですけれども、
なので本当に、政府やメディアが一辺倒にワクチン、ワクチン、善です、いいです、素晴らしいものなので早く打ちましょうっていうメッセージしか流れてこないときには、本当にワクチンでなくても、一つの答えしか届いてこない場合は要注意です。何であっても。それは、うがった見方だとか、私はアンチワクチン、まあ実際に自分の中では、いいと思ってないですけど、まあでも中には誤解、世間の目が誤解をしているっていうことも私も含めてあると思うんですね。なので、自分で調べて、自分で徹底的に、こう、そういった状況や、情報を理解するっていうのは自己責任なので、まあ本当にその舞鶴の方にもすごく感謝だったんですけれども、教えていただいて、すごく良かったなと思います。で、あとはですね、今日その方とのお話の中で、なんていうか、舞鶴の横に福知山っていう大きな、まあ、大きなといっても、京都5区の中では、まあ、ツートップで大きい町があるんですね。舞鶴と福知山が大体同じくらいで、ただ圧倒的に実は福知山の方が発展してるんですよ。舞鶴の方が若干規模や、住まわれてる人口は大きいはずなんですけど、福知山の方が発展してて暮らしやすくて、まあ、暮らしやすいですね。家族連れというか、まあ、いろんな施設とかレジャー、行楽地っていうんですかね。ラウンドワンみたいな施設とか、映画館とか、まあ、子供連れでも、楽しめるような施設もたくさんあったりだとか、ユニクロがあったりとか、まあ、明らかに隣町で規模としては同じくらいなのに、全然その発展度合いが違うんですね。その京都5区の中でも。で、その話をその前するのこともしていて、まあ若い方で20代だと思うんですが、なんでだと思うって聞いたんですよ、私が。あれだけ発展の差があるのは、実はあれ、政治がすごく大切に、まあ関わってるんですよっていう話をしたんですね。まあ要は、福知山っていうのは、歴代、今は引退されましたが、谷垣さんが、選出されている、まあ、谷垣さんの出身地なんですね。自民党の総裁も務められた。で、谷垣さんと谷垣さんのお父様と、まあ、もっと言うとさらに芦田仁さんですね。半年だけ総理大臣を務められた方から、まあ、そういう地盤がある地域なので、まあ、要はその中心部から、政治家に、まあ、力があれば、中心、政府からお金の予算を取ってきて、で、さらに、まあ、自分たちの地域、もっと言うと、まあ、本当は、さらに自分がその中央部に行きやすいように、いろいろ街づくり、街おこしをして、まあ、道路を作ったりだとか、駅を豪華にしたりだとか、住みやすい街にするために予算を取ってきて、お金を流すのが、政治家の仕事で、明らかに、舞鶴と福知山にあれだけ、差があるのは、福知山にはそういう政治家がいたけど、舞鶴にいなかったからなんですよって話をしたんですよ。京都5区全体で見ると、確かに舞鶴は含まれるし、福知山、舞鶴、綾部、京丹後っていうふうに、たくさん地域はあるんですけども、と、他にもあるんですが、まあ、明らかにその福知山だけエコひいきのような、豪華な状況、福知山線っていう電車も通ってますしね。なので、それはもう明らかに政治家の、まあ、力の差だよっていう話をしたらですね、すっごくびっくりしていて。なので、まあ、過疎が進んでいる京都5区の状況や、まあ、その、ご自身も、舞鶴に帰ることはないとは言ってたんですけどね。そういうふうに、こう、若者が暮らしづらいまま、どん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 、こう、限界地域が広がっていくっていうところで、だけどそれを食い止められるのは政治力しかないっていうことと、特に若い世代が、もっと働きかけて、自分たちの街を豊かにしてくれる。もしくは、まあ、地元の舞鶴じゃなくても、自分が今暮らしている町であったとしても、もっと暮らしやすいように、もっと便利になるように、もっと自分たちの、まあ、子供や、出産、育児、教育、
医療とかそういったものがもっともっと自分たちにとってメリットのある循環、いい循環を生み出せるようにっていうふうに働きかけられるのは、結局のところ政治家の腕にかかっているけど、その政治家を輩出する有権者にかかってるんですよっていう話を、つまりこのライブみたいなことを結構話してたんですね。そしたらすごくびっくりしていて、なんとなくスポットスポットではそういうものだっていうのが分かってても、その流れがつながらなかったというか、イメージが湧きづらかったってその方もおっしゃっていて、だけど結果的には自分が投票するっていうことはそういうところにまでつながってるものなんだっていうのが、まあなんとなく多分分かったというか、イメージができて、でさらにどうせ投票しても変わらないかも、変わらないしな、誰が政治家になったって同じだしなっていう話もしてたんですけど、確かに誰がなっても一緒なのかもしれないし、自分が投票しなくても何も影響力は変わらないのかもしれないけれども、だけどその先日お話した1の積み上げ、結局1票、1人1歩、何でもその1の積み上げでしか大きな成果を成し遂げられないのに、その1を否定したら結局人生の達成物、達成するものや何であっても積み上げていくその実績の全ての礎を否定することになっちゃうんですよね。1からでしか、1の集結結集でしか物事は成し遂げられていないのに、その一歩目を否定したら、つまり自分の人生の成果物ゼロですっていうのを認めているようなものなんですよ。だから1の積み上げは何であっても必ず原則的に関わってくるものだし、職業が何であれ、どこの地域であれ、私たちは政治というのは必ずもう命、暮らし、生活ともう切っても切り離せない、絶対に関わってくるもの、必ず政治を通して法律が整備されて、予算が、組み分けられて、で町おこし、町づくり、人づくりがされていくっていう、こう絶対的に切り離せないものだから、だからこそ自分たちが主体的に考えて、誰に投票するとか、気づいてない人を巻き込むとか、もしくはちゃんと仕事してなかったら10人でも20人でもいいから、特に20代30代の人たちが寄ってたかって政治家のオフィスとかに行ったらびっくりしますよね多分。ね、この同窓会、高校の同窓会一丸となって今文句言いに来たけど、ちゃんと仕事しなかったら総係で私たち投票しませんよとか言ったら多分びっくりすると思うんですよ。20代の若者や30代の若者がそういうふうに働きかけたりしたら、そしたらおそらく政治家もハッとする。まあ当選できないのは本当に死を意味するので、政治家にとって。なのでそういった現象が生まれると思うし、絶対に生まれるし、なのでまずは、自分の彼氏や、もしくはお父さんお母さんや、職場の人とか、ちょっとしたきっかけのあった人に話してみること、で知ってることや難しいこととか、そういうのを抜きにして率直に自分の気づいたこととか感じてることを話すだけでも伝わるものがあると思いますよって話をしてたんですけどね。すごくなんか充実した時間だったんですね、私にとっても。だからその1の積み上げ、先ほどもその配信なるべく続けてくださいって言ってくださった、本当に逆に私が続けさせてもらっててありがたいんですけれども、だけどそのコツ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 の積み上げをこう諦めないで、本当に一人一人が主体的に、自分っていう存在、自分を大事に思う、自分の家族を大事に思う、国を大事に思うならば、そのコツコツの一つ一つの積み上げってすごく大切というか、それ以外に道がないなってすごく私も思うんです。なので、まあそういうそのちょっと目立ったことをすると、確かに政治力を行使して、突然職場から手を回されたりだとか、例えば、言われもないレッテル貼りをされたりだとか、それこそ私も京都5区で活動を始めた時期にですね、まあ、ポスターを一件一件皆さんにご挨拶しながら、ポスター貼らせていただけないかっていうふうにお願いすることもあるんですけど、まあ、
基本的にはお願いしていたんですが、で、心よく引き受けてくださった方もたくさんいたんですね。だけど、ある地域、まあ、福知山なんですけど、ちなみに、福知山のとある地域の集落というか、まあ、地域の方たちのポスター貼らせていただいたお家の方から、まあ、一時、連日、ポスターを剥がしてほしいっていう連絡が来たりもしたんですよ。で、その、なんていうか、エリアが近かったんですね、そういった連絡をもらった方たちが。で、どうしてだろうと思って、何かあったんですかってお伺いしたら、嫌がらせの電話が私のポスターを貼った日から始まって、もう気持ちが悪いっていう話だったんですよ。うん、なので、まあ、これまでは一切なかったし、そのお家の方も、まあ、純粋にこう応援したいっていう気持ちや、まあ、新しい選択肢、若い世代に、いろいろ託していきたいっていう気持ちから、心よくポスターの掲示を許可してくださったんですけれども、結局、その子供ね、そこに、そのお家のお子さんや、まあ、おじいちゃんおばあちゃんや、周りの近所で、こう、何が起きるかわかんないから、申し訳ないけど、剥がさせてもらえますかっていう電話が連日、まあ、一時続いたこともあったりだとか、まあ、それが誰によるものなのかもわからないですし、事実起き、そういうことが起きていたっていうことしかわからないんですけれども、なので、何か目立った行動をすると、そういう、こう、潰しにかかる勢力だとか、まあ、邪魔してくる存在っていうのが出てくると思うんですね。だけど、それは政治に関わらず、何をやろうとしてもそうだと思うんです。妬み、ひがみとか、もしくは単純に自分、まあ、行動を起こしている方の存在を脅威に感じているからだとか、だけどそこに絶対に屈しちゃいけないって私すごく思うんです。何かを変えていくっていうのは、確かに行動は一人一人、一歩一歩、一つ一つなんですけど、その一つ一つに覚悟が伴わなければ、もちろん身の危険を感じたりだとか、命の危険を感じてまで、一番は命を守ることだと私も思いますけれども、だけど、ある程度の勇気や覚悟っていうのはそこに不可欠だなって思うんですね。だから、それを背負ってでもやる気のある人はやったらいい。やるべき、絶対にやるべきだと思いますし、そういう大きなものじゃなくとも、自分の心がそこに直感的にひらめいた、もしくは、心がそうだって、うなずいてるっていうものは、本当に正直に突き進むっていうのは私すごく大事だと思います。なので、分かっていること、気づいていること、もしかしたら打たないんだっていう共有をしたときに、その子は、地元のお母さんにこの後電話するって言って、はい、その後どうなったかわからないですけど、まあなので行動がその瞬間に変わることだってあるわけですよね。どんな行動であっても、それぞれの自己責任ですけれども、だけど自分が動かなかったら何も始まらない。それは本当に私も含めて全員の持っている力だと思うんですよ。そこはすごく私は大事にしていきたいなと思います。はい。うん。確かに政治っていうテーマは汚いですし、まあ、本当に私もシーズン2というか、途中から見始めた、あれ誰だっけ、半沢直樹さんのドラマとかありますよね。あれ、リアルですから、あれ、ドラマだからあんなに脚色が激しいとかじゃなくて、あれ、リアル以上にリアルっていうか、リアルはもっと汚いって私思うんですけど、なので、まあ、ああいう感じなんですよね。うん、だけど、そこに屈さないことで守りたいものがあるから、やってる。っていう感じですね。ちょっと話がいろいろ飛びましたけど、私は今日もその若い世代の方たちの政治参加っていうのをすごくテーマで、それこそ女性がもっと活躍できるっていうのを訴えるじゃなくて、女性が女性がっていう声が上がってるうちは、そういう状況は作れてないっていう証拠でもあるから、ある意味で女性が輝くとか女性が活躍するっていう声が上がらない状況を作るにはどうしたらいいのかなだとか、いろいろ最近は特に考えてるんですけれども、うん、そういうのをですね、本当に皆さんともいろいろお話して伺って、そうですね、
その輪を広げていきたいなと思ってます。はい。あ、木戸さん、こんばんは。ありがとうございます。話してるうちに、またいろんな方たちにコメントいただいてました。ありがとうございます。木戸さん、今回のコロナで政治のレベルの低さには初めて気がつきました。バカも笑えないバカばっかりでした。そうですね。大阪モデルやイソジン対策、ワクチンパスポートって何みたいな分析もソリューションも切れ味のなさにびっくりしてます。この異常に低いレベルの政治家たちに噛みついてほしい。ありがとうございます。はい。原田さん、ありがとうございます。舞鶴福知山、懐かしいです。舞鶴の、軍都としての歴史や発展、福知山の昔からの交通の要衝や地形など改めて考えると、それぞれ個性ある町ですね。本当にそうですね。原田さんは舞鶴とすごく縁のある縁、舞鶴福知山、まさにそうですもんね。なので、その、舞鶴出身の女の子も言ってましたけど、舞鶴っていつも大雨が降ったり、台風来ると、土砂崩れとか、道が、水道管破裂したり、水害が起きたりって、毎回毎回ですよねって言ったら、そうなんですよって言ってて、本当にもう、本当に嫌ですよっておっしゃってて、やっぱりみんな同じこと思ってるよなって。あと、市役所の方たちの年収高いですよねって聞いたら、そうなんですよって。先日も公務員の、年収についても、問題提起しましたけれども、公務員といっても、警察官や自衛隊の、方たちというよりも、市役所や役所に勤められている方たちという括りの方が、適切かもしれないですが、そこもやっぱり、地元舞鶴の方と久々にお話して、やっぱり同じことを今も思われてるんだなっていう印象でした。はい。ありがとうございます、原田さん。はい。ありがとうございます。本釜さん。はい。本釜さん、ありがとうございます。本釜さん、舞鶴にはシベリア。そうなんですよ。シベリアの、そうですね。私の、祖父も、曽祖父かな。祖父ですね。もうシベリアから戻ってきたときに舞鶴に、降りたというのも聞いたことあるんですけどね。そうですね。なのですごく歴史の深い町なんですよね、舞鶴って。岸壁の母って歌もありますけどね。はい。ご存知の方も多いかと思います。尾形さん、ありがとうございます。舞鶴の海上自衛隊社会科見学を受け入れてるそうです。おー、横須賀。そうですね。そうなんですよね。本当に、なんていうか、そうなんですよ。なので、地域の方たちと、そういったいろんな情報共有とか交流とか、本当に大事にされてると思います。知るべきですよね。やっぱり私たちがもっと積極的に歴史を、現場の皆さんのいろんな、そういう状況を知るべきだなってすごく思いますね。はい。テーマは、イデオロギーの方たちは学生児童に、こう、槍を入れるそうです。そうですね。でも、舞鶴は、結構そのイベントで一緒にされてたりだとか、はい、そういう印象ありますね。ありがとうございます。ちなみにですね、この話もちょっとしたかったんですけども、女性に政治参加してもらうには、女性の皆さんが関心を示すネタが必要。我たちの夢さん、ありがとうございます。女性の政治参加という面でも、すごく、この、いい大人の会のライブはですね、やっぱり男性の方多いと思うんですね。ただ、もともと、そもそも、政治というテーマになった時に、男性の方が興味を示される方が圧倒的に多いっていうのも、現状としてありますし、
そのいろんなこう意見っていうかディスカッションやディベートっていう面で乗ると意外と男性の方が、まあ、特にこう意見を出し合う解決策に直結する提案を出し合うっていうところは、まあ、男性的な思考というかそういう男性の方が得意な方多いかなっていう印象はあるんですけれども、もちろんあの女性でもバリバリやられる方たくさん切れ味鋭いあの江口さんみたいな方とかもいらっしゃるので、あの一括りではないんですが、なのでただここの女性の政治参加っていうところはすごく私もいろいろ考えているんですが、日本って約1割しかあの国会議員女性の方いないんですね。で世界の基準で見ると、まあ、193カ国の議会のくくりの中で見ると165位前後なんですよ。いつも何年も連続して160以下っていう、あの下から数えた方が圧倒的に早いような、偏った男女比を保っている国なんですね。なのでそこが私は 50-50 にしようとか、例えば男性も女性も同じだけ優秀であれば積極的に女性を採用しましょうとか、そういう変な女性優遇措置っていうのはあまり前向きではないんですけれども、まあ、なので逆に女性であるから選ばれたっていうのはすごく嫌なんですね。嫌というか求めてないんですよ。正当に男女同行抜きに正当に判断してほしいっていうだけなんですよ。多分そういう発想の女性ってすっごく多いと思うんですね。なので女性が少なくて女性だから、なんていうか採用されない、女性だからきちっと評価してくれない、だから女性をもっと取ってよじゃなくて、だから女性男性考えずに抜きに判断してちゃんと評価してよっていう方が多いと思うんですよ。わかりますか？やっぱり収入の面でも、同じだけの、まあ、プロフィールや経歴をお持ちの方、例えば学校卒業した学歴が同じ大学の同じ学部のお持ちの資格も同じでってなった場合に、それでも女性の方が年収が低いとか、そういう不平等な状況を変えてほしいわけであって、女性だから優遇的に採用しますよっていうのは私個人としては、まあ、ちょっと求めてるポイントとずれてるなっていう印象はあるんですね。なのでそこで一つこの間用意してて、せっかくなのでこれちょっとお見せしたいんですけど、こちらですね。皆さんちょっと今から写真一枚をお見せしますね。これご存知ですか、この写真。これ神奈川県の出したポスターなんですけど、神奈川女性の活躍応援団、女性がどんどん主役になるって言いながらおっさんしか写ってないっていう。これ私すっごい面白いなと思って、もう笑えないんですけど笑っちゃうっていう、このですね矛盾がすごく、まあ一時 SNS でもこれ2016年か17年くらいの、まあ平成28年ってなってますね。はい、まあこれがすごく一時話題になってたんですけど、こういうちょっと女性活躍言いながら男性ばっかり写ってるポスターっていうのが面白かったんですけど、これでも元々はどういう目的で作られたかっていうと、本来のこのポスターの目的の主張は私は大賛成なんですが、ポスターからこう感じる受け取るメッセージは非常に誤解を招くし、何なんだって感じなんですけど、要はですね何が言いたいかというと、女性が、能力がなくてだとか、例えばもしくは、女性のその特有の例えば妊娠出産子育て、そういったそのライフスタイル、ライフステージによって、そのチャンスを逃してしまうとかではなくてですね、まあ、一女性から言わせてもらいますと、いつまでもポストにしがみついてる方が男性が圧倒的に多いんですよ。高齢で、ご高齢で、まあ、さらには男性優遇の、社会を許してる男性が多いっていうことが、私はまず、私フェミニストでも何でもないんですけれども、そこにすごく、特に日本の寛容性の低さっていうところは、すごく、問題視してるんですね。なので、このライブ参加されてる方、おそらく男性の方が多いと思うので、ぜひですね、皆さんに、
やっていただきたいことがあるんですけれども、女性に対して、女性よ、みんな、もっと頑張りましょう。女性の皆さん、もっと輝きましょうと、女性にメッセージを投げなくていいので、そのメッセージをですね、ぜひ、男性から男性に言ってください。そういう女性をもっと活躍してもらおうぜなっていう男性に対してぜひ言ってください。言ってほしいです、男性から。男性から女性にっていうのは、女性はもう十分一生懸命頑張ってる方も多いし、そんなこう不平等の中でもですね、歯食い縛ってやってる人もたくさんいると思います。私も、女性を理由に自分がしたくないので、逆に女性が理由で採用されたくないんですね。ホステスじゃないんだからって思うんですよ。逆に女を売り込んで、いろいろこう、まあ、なびいて、うまくその女性性を活かしてですね、まあ、女性として起用されるいろんな大臣だとか、いろんな役職の方も政治の世界でもたくさんお見受けしますけど、本当にくだらないなって思うんですよ。うん、だからそういう女性に何の魅力も、憧れも感じないので、まあ、はっきり言って、日本の政治家の中で参考にする女性は私はいないんですけど、そうですね。まあ、いないですね。パッと思い出せないです。牧子さんくらいですね。田中牧子さん。はい。だから、ぜひですね、参加者の方、多くの方、男性だと思いますので、まあ、すでに、でも、理解の深い方、そういった、本質的な議論のできる方がすごくたくさん多いなと普段のコメントからも感じるからこそ、ぜひですね、男性から男性に働きかけてほしいってすごく思います。はい。すごく効果的だと思うんですけどね。多分こういう話をなかなかされる方いらっしゃらないと思うんですけど、まあ、なので、例えばなんですが、まあよく私が見かけた、まあちょっと同じような事例として、例に出すのが適切かはちょっとあれなんですけど、例えばブラックライフスマターの問題ありましたよね。で、黒人の、まあ今も根強いと思うんですが、黒人の差別に対して黒人の方々たちが集結して、絶対にやめろと、その主張、デモ活動されたり、そういった訴えを、まあ、声を上げるっていうことが、特に近年のアメリカでは、大きく見受けられました。だけど、そのアクションが過激化して、街を壊すだとか、黒人からの白人差別になったりだとか、BLM ではなくて、まあ、なので、ブラックライブス、黒人だけじゃなくて、すべての人たちの命が本当は大事なんじゃないのかっていう提案を黒人じゃない方がされたときにですね、何がわかるんだっていうふうに被せられたりだとか、そういう、まあ、ある意味、まあ、決して平和的とは言い切れないような場面も、特にアメリカではたくさん、まあ、その街が壊されるというところを筆頭にですね、起きているわけです。もちろん平和的に解決されている方がほとんどだと思うんですけれども、一部の方たちはそういう暴動を起こしているっていうのは事実あります。だけどそれをですね、やっぱり黒人の方たちがいや、ちゃんとやろうよって言ってらっしゃる方もいるんですよね。黒人って自分たちが被害者になっちゃいけないと、命は平等だと自分たちで訴えるならば、私たちは平等性を主張するのであって、黒人の差別っていうところに、まあ、ある意味固執しちゃいけないっていうふうにメッセージを出してる黒人の方もたくさんいるんですよ。すごく説得力があるし、それこそ勇敢な方だなって私は思います。だからこそですね、対峙する相手に何かを突きつけるよりも、もしかしたら、そのコミュニティ、同じ立場の方たち同士で、行き過ぎたポリコレ、行き過ぎた正義の剣をですね、まあ、なだめるというか、諭すというか、そこの、まあ、矛盾を指摘するっていうことも、もしかしたら、とっても大事なことなのかなと思うんですね。もちろん男性の方が積極的に女性のそういった不平等さ
に光を当てて、公平に本当の意味で女性だからじゃなくて人としてフェアにっていうところの方たちがリーダーになっていけば一気に変わると思うんですけど、どんな組織も。だけど男性から女性に、女性をもっと頑張ろう、女性をもっとチャレンジしていいんだぞじゃなくて、それを許さない男性の一部の人たちに、男性からぜひ声かけていただきたいなっていうのが私の主張です。はい、ぜひご検討ください。はい、そしてですね、そうですね、私も、俺たちの夢さんも女性に政治に関心を持ってというところですね。俺たちの夢さんなので、まあ、自分に近い存在から言われるとか、自分に近い存在に訴えるってすごく効果があることだと思うんですね。反発心も起きづらいというか、まあ、共感できる面が多いので、なのでそれはもうお互い様ですよね。そういう意味でそこはすごく重要だと思います。私も、はい、やってきます。特に、まあ、30代40代20代10代の方たちも含めてですね、まあ、自分だからこそ届きやすい、コミュニティの方って絶対どの方もいると思うので、そこを戦略的に、特に力を入れて今後もやってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとですね、この女性の政治参加問題みたいなのは今後もお話ししていきたいと思いますが、今日はちょっとこの辺で、終わりにしていこうと思います。はい、ということでコメントもちょっとたくさんいただいてるんですけれどもね。はい、高橋さんすごい、ありがとうございます。早速、男性用立ち上がってスクラムを組め、組んだら女性を持ち上げていざ進め、今は騎馬戦の時だ、我らが太陽、希望の光だ、男よ立ち上がれぜひ男性から男性に鼓舞していただいて、みんなが活躍できる、性差じゃなくて個人で、個人が生かされる社会っていうのをですね、日本がもっとやっていきたいと思います。おお、面白いですね。妻が活躍するのが嫌な成功野郎が多いのは事実ですね、まあ、いろんな事情もあるかと思いますし、一括りにはできないっていうのはありますよね。はい、またやっていきたいと思います。ありがとうございます。終わっちゃうの、すっきりです俺たちの夢さん、ありがとうございます。浜野さん、大人げない男性陣の生き様に政治家見てて疲れます。そうですよ、はい、疲れさせるのが目的なので、呆れてもらった方が都合がいいはずなので、しつこくですね、そういう時こそ行動していく、絶やさずに私もこれからもやっていきます。はい、そしてですね、ご提案いただいた内容なんですが、まあ、オフラインでの、講演会だとか、集まりっていうのも、まあ、今後、もう少し、一般的な、コロナの状況が落ち着くまでは様子を見ようと思ってるんですが、ズームでの、まあ、対面式の、オンラインオフ会っていうんですかね、それはちょっとやっていこうと思って考えています。少人数でまずはちょっとやってみようかなと思いますので、全員が参加できないかもしれないですが、徐々にその規模というのは調整して、何回かに分けてやっていこうかなと思ってますので、また皆さんに告知させていただきます。あとは、まあ、ちょっと私個人的にはアプリ自体は賛否両論というか、疑問もまだ多いんですが、クラブハウスでのいい大人の会っていうのもいいのかなと思ってます。クラブハウスの場合は、招待制ですので、さらに iPhone を使われている方でないと参加ができないというデメリットというか制限もあるんですけれども、ただ、声、平等に参加者が声を出せるという意味では、面白いのかなと思って、それもちょっと検討してます。はい。ただ、やりやすいのは多分、ズームの方なんですかね。誰であっても、携帯の制限だとかなしに、まあ、お顔出ししたくない方は、別の写真を設定することで参加もできますし、なので、
ちょっとその辺はまた、今構想中ですので、おいおい告知させていただきます。もし、まあ、週末の方がやっぱりお休みの方多いと思うので、週末になると思うんですけれども、このタイミングがいいんじゃないかだとか、もしご提案、アイディアなどありましたら、また教えてください。はい。お前ら、野郎どもに女を舐めるなと言えよ。早速、ありがとうございます。そう、舐めないように。ということで、ありがとうございます。もう速攻行動に起こされるということで、素晴らしいですね。お前ら、ズームをダウンロードの準備。ありがとうございます。ですので、もし、ご興味、もしございましたら、早めの設定をしていただけたらありがたいです。はい、よろしくお願いします。ということでですね、今日も本当にたくさんのいろんな皆様からの、コメントありがとうございました。ちょっといろんなテーマ、多岐にわたって私があちこちあちこちお話してしまったので、取り留めなくになってしまったんですが、また、まあ、議題、皆様からいただいた、このテーマで話してみたらどうっていう、いろんなご提案もいただいていて、先日は大滝さんの、マスコミに関して、メディアのあり方に関して、議論させていただきましたし、実は、この話の中にでも、いろんな皆様からご提案いただいた、トピックも織り交ぜながら日頃お話しさせていただいてるんですけれども、また改めてその、テーマと、ディスカッションというところで、いただいた質問も皆さんと一緒に取り組んで捉えていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。引き続きこういうテーマで話してみたら面白いんじゃないかなだとか、逆に皆さんが、まあ、興味関心があって、これについて聞いてみてほしいなだとか、まあ、そういうご提案もございましたら、ぜひおっしゃってください。あとはですね、近々、まあ、ボランティアの活動、ボランティア活動を、共にしてくださる方の募集もしていこうかと思います。また改めて正式に告知をいたしますが、例えば選挙の時の選挙活動、まあ、ボランティア、例えば、まあ、表紙貼りだとか、いろいろ宛名書きだとか、選挙の規模にもよるんですけれども、もしくはポスター貼りだとかですね。そういったいろんな、本当に人手がすごく必要になりますので、選挙もその数日間を集中して、お力添えいただけるととっても心強いですので、そういったボランティアやってくださる方や、まあ、日頃の、国民生活と、いい大人の会ではなく、国民生活等の方ですね。そちらの、まあ、ポスターを、例えば掲載してもいいよだとか、もしくは、こう、お家の周りの方や、知人の方に配っていいですよ、貼っていいですよという方もしいらっしゃったら、まあ、今後告知いたしますので、お声掛けいただけたら幸いです。はい。また、決まり次第、それぞれ順に、お話しさせていただきますので、その時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということでですね。ひみさん、女性の方がいざとなったらつい。すごいですね。ちょっと女性のコメントたくさん いただいてて、私がこう熱中して話してる間にいっぱいコメントいただいてたので、後ほどまた一つ一つ、拝見させていただきます。せっかくコメントいただいてたのに掲載できなかった方、皆様すいません。ありがとうございます。今後ともぜひ、またいろいろと書いていただけたら幸いです。お前らボランティアの準備だ。お前らってありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ということでですね。ぜひ今後ともありがとうございました。今日も皆様長時間にわたっていろんなご意見、コメント、いろいろと参加いただきましてありがとうございました。また明日以降もよろしくお願いします。いつも告知がですね、ギリギリになってしまうんですけれども、基本的には平日は9時半頃ですね、スタートしております。その日その日で私がちょっと前の予定が押してしまってということもあるかもしれないですが、その時はまた告知いたします。はい。ぜひとも今後ともよろしくお願いします。
皆さん遅くまでありがとうございました。では明日以降もまたよろしくお願いします。笹本さんもおお、お疲れ様でした、ありがとうございます。いちさんお疲れ様でした、おやすみなさい。皆さん本当にありがとうございました。では、明日も、いい大人の会よろしくお願いします。あ、エブリーいいですね、私もエブリーでした、選挙か鈴木のありがとうございます。では皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。失礼します。